今日も朝から絶好調にっくり霊夢です。監督また中畑です。にっくりマリサだぜ。うぷ主カエル枕代理にっくりパチェリーよ。なんだかデジャブを感じるぞい。昨日は1時間早かったわよ。いやあれ結局こんな時間じゃ変わりないぞ。でも今日は18絶叫するのにまた役もなの。一気に18で帰ったら深夜になるじゃない。明日仕事なのにそんなのやーよ。姫島では別途乗車券を購入済みよ。このルートはわざわざ地図急行経由で太平洋側に殴り込みかけるのね。あれここは今回は姫島で全部自由席よ。この時間だと米子まで出るのに約もしかないのね。結果的に割高になったわ。ポケットしてたらなんか見慣れんやつがやってきたぞ。いずれ381系を駆逐する273系じゃない。中を見ないとなんとも言えないけど色以外はいかにも西って感じね。お一人様は帰れシートもあったような。セミコンパートメントのことかしら。今までとイメージの違うとそうだな。役もブロンズというらしいわね。銅色だからとりあえず10円玉でいいわよ。新旧ヤクモの揃い組が実現よ。4号だからスーパーヤクモ色で固定だな。街風とか沖はまだ走ってないしね。ずっと真っ暗なままだけどとりあえず乗るのぜ。それじゃおしとやかにとして優雅に参りましょうか。そんな物言いはせめてグリーンに乗るときにしてくれ。この時間だから自由席でも座席選び放題ね。2日間お世話になった出雲市とおさらばよ。まあ宿泊しただけだけどな。出雲大社の中は撮影できないけどせめてバタ電ぐらいはね。前回突発的な運用変更あったんだから仕方ないでしょ。サンライズにでも乗ってまた悔やいいのぜ。前回の2号に乗車した時はならなかったけど4号は6時前でも容赦なくなるのね。サンライズのおはようみたいなものと思っておけばいいんじゃない。新時に着いたわね。米子までは前回と同じ展開だよな。まあそれは勘弁して。それじゃ早朝の新事故観光としゃれ込みましょうか。この光景を新事故と言い張るくず。まあ走行してる区間に嘘はないんだけどね。朝6時の松江はもう目覚めかな。どんなとこでも24時間明かりのあるとこはあるわよ。23区内だって今のご時世コンビニや牛丼屋も24時間やっていないところが多いわよ。土日月曜だけ朝の9時からとかもあるんだよな。その時だけ朝飯難民のうぷ主。安ぎだぞ。これで地味な島根ともお別れね。来てみらみどころも多いとは思うのぜ。米子始発のスーパー沖1号ね。今からはるばる新山口までお疲れさんなのぜ。あれで新山口までね。疲れそう。炭火焼きホロホロチキンカレー食べたい。松屋のゴロチキばっか進化化されてるけどあっち好みじゃないのよね。ゴロチキって別にカレーで煮込んでるわけじゃないからね。個人の感想だけどカレーとチキンがマッチしてないように感じるのぜ。まずは米子で乗り換えないとね。思えば前回からずっとヤクモばっか乗ってたわね。でもこれが381系最後の乗車かな。昨日からありがとね。いろいろあったけど楽しかったわ。まだお日様もおねんねしてる早朝の鳥取駅前からおはこんばんちは。うぷ主は一服中なのぜ。なんだ足の臭そうな名前してるのは。広島菜を原料とした混ぜご飯の元みたい。ここ鳥取なのにね。自由席を確保するため念のため早めに並びやってきたのはペヤング187。まあ確かに四角い顔だけど、細かいこと言うと断面六角形よねあれ。
スーパーマツカベって基本可愛い2両編成だけど、この2号だけは豪華絢爛4両編成だったわね。4両で豪華と言われてしまうのもあれだけどね。普段短い10両編成なんて言われるとこに住んでるからな。いろいろ撮影したいけど、まずは座席を確保しないとね。ひとまず窓側ならどこでもいいわね。この辺でいいのぜ。187型0番台と1000番台で構成されてるわ。あれ？でも島根からカツアゲしたのに走っているのは鳥取県内。10番台に鳥取金出してるからいいだろ。毎度恒例テーブルチェック以上。なんか言えよ。なんかここはフリースペースかしら。もともとは喫煙室だったみたいね。画角が悪いからそう見えないけど、お客もそこそこいるのぜ。鳥取に8時に着くからそこそこ需要あるのかな。はい、自由席特急券。乗車する列車ごとに区切っているわよ。近鉄みたいなキロ計算できないしな。それじゃスーパー松風の怒涛の走りを堪能しましょ。松風がスーパーになって松風なのか。かつての松風と関係なくはないけど、後継というわけじゃないかも。そのあたりを少し触れてみましょうか。アルプスの牧場だろこれ。オルゴールバージョンになってるのね。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急スーパー松風2号鳥取行きです。この先止まります駅の到着時刻をご案内いたします。次の放棄台線には7時1分に着きます。倉吉7時31分、鳥取大学前7時58分、終点の鳥取には8時3分に着きます。列車前から4号車、3号車、2号車の順に一番後ろが1号車です。大木大線から倉吉まで爆走するのに大学前には忖度。学生や大学職員からもお金巻き上げないとね。通勤通学には流行って揺れる特急列車をご利用ください。下手したらぐったり吐くもより用お客いるかもね。まとめ内は3号車と1号車のデッキにございます。携帯電話のご使用についてのお願いです。車内ではマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。まだ走行中列車が左右に大きく揺れることがございます。車内を移動される際はお足元にご注意ください。次は大木台線、大木台線です。出口は右側です。7時1分に着きます。案内放送が終わったらちょうど日野川を渡るところね。ようやく空も知らんできたのぜ。朝上りと夕方以降の下りの特急が停車する放棄台線ね。昨日からずっと停車してるイメージしかないのは気のせいかな。前回の4本の役ものうち朝上りが1本で夜下りが1本だからね。昨日散々通ったハクビ線とサラダバーなのぜ。あれだけ通って初めて分岐するとこ撮影したわね。またアルプスの牧場ね。そういやさっきからチラチラ見えてるのって。大仙がセーターを顔半分だけ出してる広告と逆になってるわ。例えが最低なのぜ。紳士のたしなみ。まあそれはそれとして、ツンデレイ法が最近出れ始めたと思ったらこっちがへそ曲げてるわね。もっともそんなに訪れてないからお前にはまだ早いなんてことかしら。罰当たりなことばっか言ってっからだろ。11駅連続通過する間に簡単にこの列車について触れますかね。松風はかつて大阪から博多まで優雅に結んでいた機動車特急で女王の風格を醸し出していたけど、1985年3月に米子から博多を磯風として系統分離したのよね。その後1986年福知山線電化に伴い隙間送りにされましたね。北千住。その後1988年に米子増田間に特急国引きが誕生。1996年には鳥取から増田を行ったり来たりするようになりました。その後はしばらくそんな感じだったのだが、2001年7月に山陰本線高速化及び1887が投入されてスーパー国引きにレベルアップしたよ。こっちは高速化と関係ない末端部だけの運行になってしまった。まあ増田から小倉の間でのんびりするか。もう倉吉だから続きは後でね。倉吉に到着ね。2番線に入線したということは3番線に交換列車が何か来るわね。交換ないとあっちで入線するものね。増田行きのスーパー松風1号ね。
かつて倉吉線なんてのもあったけど、倉吉駅横プラザを建設したからホームも撤去されたわね。今通り過ぎた白い壁の建物だな。もはや跡形もないわね。アルプスの牧場の前に続きを終わらせましょう。その後2003年には女王松風の名前を受け継いでスーパー松風になりました。こっちは毎日オンボロで空気輸送。もう合流してもいいよね。結局磯風は2005年3月に廃止されますだからの末端区間から言うと種別は消滅したわ。今はたまに観光列車が走るぐらいだものね。ご乗車ありがとうございます。東急スーパー松風2号鳥取行きです。また途中の駅で列車待ち合わせのため止まります。逃れられぬカルマ、単線だしな。泊まりで米子を約1時間前に発車した。普通に追いついたわ。こっちも運転停車するみたいだし、下りがなんか来るんだろうな。特急様が普通列車をお待ちするとはね。仕方ないわね。この先長いから頑張れよ。ありがとうございました。まもなく鳥取大学前、鳥取大学前です。出口は左側です。車内に忘れ物なさいませんようご注意ください。ドアは自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく鳥取大学前、鳥取大学前です。鳥取大学前を出ますと次は終点の鳥取です。学生のうちから特急通学なんて英語身分よね。帰省するときに使うんだろ。特急だってそこまで本数が多いわけでもないしね。まあ鳥取のど真ん中から中途半端に遠いのよね。車あるだろ多分。お待たせいたしました。次は終点の鳥取。終点の鳥取です。出口は右側です。8時3分に着きます。おととい3時間かけてきた道のりが1時間であっという間ね。課金しがいがあるのぜ。青谷のバカ亭もあったしね、あの時は。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の鳥取。終点の鳥取です。出口は右側、一番乗り場に着きます。乗り換えのご案内です。再生この先各駅に停まります。普通列車浜坂行き8時6分、着きました。乗り場の向かい側、2番乗り場。東急スーパーハクト4号京都行き、8時52分、着きました。同じ乗り場、1番乗り場から発車いたします。車内に忘れ物なさいませんようお注意ください。ドアが自動で開きます。ドアから手を離してお待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の鳥取、鳥取です。列車とホーム大きな段差隙間がございます。降りの際はお足元にご注意ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。次はもう切符に席待ってるから白と一択だな。倉吉で降りて待ってた方が確実に座れたんじゃない。その分割だと高くなる。米子から倉吉だろうと鳥取だろうとそこは変わらないけど、倉吉から姫路だと150キロ超えるから鳥取姫路より料金高くなるのよ。米子から倉吉も鳥取も100キロ以下だからそこは変わらないわね。ちゃんと特急券に表示された区間で乗車しないとアウトだしな。今回の特急券で倉吉で乗り換えるのはアウトだからね。鳥取で少し休憩して早めに白との自由席列に並びましょう。なんかあったかいものが食べたいな。仮にも県庁所在地なんだし何かしらあるわよ。